皆さんこんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 J リーグは明日23日再開します。ご存知のように中断を決定してからちょうど6週間となりました。特に被害が大きかった仙台、水戸、鹿島につきましてはまだスタジアム、そしてクラブハウスと現在急ピッチで復旧中であり、ご不便をおかけしております。私今回中断しまして、2つのことを感じました。まず1つは、被災した現地に行って、クラブのスタッフ、そして選手の練習を見て、現場の力の大きさ、現場の力をフルに発揮すれば思いがけず早く元に戻れることを確信しました。改めて結束力、現場力の強さを感じた次第であります。またチャリティーマッチ等を開催してサッカー界、そしてファンサポーター、また個人の皆が何か役割を果たそうと必死で動いた、サッカーに関係する皆様の連帯のパワーを感じました。勝ってない経験を感じたことを、報告申し上げます。すでに各チームは、活動を続けております。ACL での戦い、また練習試合、チャリティーマッチ等で、調子を上げてきております。明日選手たちはさまざまな思いを抱いて全力出し切ってエキサイティングな試合を展開してくれると確信しております。本日は試合前の多忙な中、明日の試合を控えた対戦する2試合4クラブの監督にお越しいただきました。また後ほど試合に対する決意等を、ご発言いただけるというふうに思っています。明日からの再開試合よろしくお願いいたします。鹿島の皆さんでは、二度と味わいたくない経験、あるいは苦しさ、苦しみというものを、体験しました。で、本当に経験を、二度としたくない、ことが、起きてしまって、J リーグが、中断せざるを得ないという状況の中で、当然ながら選手たちは、いろんな被災地の出身もおりますし、被災地の方々のことも心配でしたし、自分の家族の心配もありましたと。ただその J リーグに対するその、戦い続けるということのフォーカスだけは、失わないように、できるだけいろんな形で選手たちはとは接していって、本当に中断してから、一日でも早く J リーグが再開できればっていう、気持ちがありましたし、日本っていう、国のことを考えればおそらく、早い段階でまた、J リーグの戦いが、できるんではないかなと、思っておりました。でまた、中断中、心配された部分というのは、選手のポジションの持続であって、できるだけ、クラブを通して、スタッフを通して、選手たちとは密な、コミュニケーションをとって、どうしても出身地が、いろいろとありますので、その自分の家族のもとに、帰っている人もいれば、
まあ、何名かで、ドバイ行って練習したいという希望もありましたので、まあ、そういろんな連絡を取り合って、まあ、メニューだったり、まあ、状況把握を、するように、しましたと。またやる場合はこういうふうなことをやってほしいということも、要望を出したり、まあ、ただ理想的な部分に、のところで終わったところもありますし、まあ、全員と連絡は、密に取れたわけではなかったので、多少そのばらつきは、存在は、していましたと。でまた、クラブの代表者、の一人として、まず J リーグに、感謝を、感謝というか ありがたく思っておりますし、でまた、全クラブ、の方々、監督たちを含め、社長さんを含め本当に、感謝しております。我々仙台水戸と、この3クラブが、うまくスムーズに、J リーグの、再開ができるようにいろいろと、ホームアウェーだったり時間だったりいろんなことを、ご協力いただいてご理解いただいてご協力いただいたことを本当に、感謝しております。でまた、国立競技場の関係者の、皆さんにも、感謝したいと思います。残念ながら、我々の鹿島スタジアムで試合ができない状況である中、いろんな関係者が、その調整をしていただいたということは、本当に、感謝したいと、思っております。でまた、そういった、方々に感謝を、示す方法というのはもうピッチ内でしかないわけであって、またアントラスというクラブの、力強さと、いうものをピッチの中で、表現を、選手とともにうまくやっていければなと、それが我々が返す形のものではないかなと思います。ありがとうございます。まず今回この被災された多くの方々に、心からお願いを申し上げたいと思います。また J リーグの宣伝鹿島水戸とこのクラブにもお願いを申し上げます。まあ、明日の試合ですけど、やはりこう強いチーム、いいサッカーをするチーム、常にやはり上位に出てくるチームに対して、まあ、鹿島に対してですね、自分たちのサッカーが できるかと、当初今シーズン始まった時に全タイトルを取ると選手に高い目標を持たせて、やってまいりました。やはり鹿島に勝たないとそういう目標に達成しないと自分では思っています。ぜひいいサッカーをして、まあ、できればいい結果で、ホイッスルを聞きたいなと、ただ勝つだけではなく、まあ、常に選手にも言ってるんですけど、やはりファン、サポーターを喜ばせる、楽しませる、ワクワクさせるようなサッカーをしたいと思っております。また本当に被災された方々に見てもらえれば少しでもね元気に、勇気をそしてやる気が出るようなサッカーができればなと、サッカーを知らない人も被災地避難所でこう見てほしいなと思います。でできればゴール前のシーンを数多く見てもらえればなと、自分としては鹿島のボールも5近くで、数多くプレーをしたいなと、できれば相手より数多くゴールしていい結果が出ればなと思っております。こんにちは。まずは今回被災された方々、まずはお願いをしたいと思います。加えて同じ J リーグの皆様、たくさんのサッカーファミリーを思います。その方々にもお願いを申し上げたいと思います。今回一度中断してから、明日再開ということになるんですけれども、やはり3月29日のチャリティーマッチもそうだったんですけれども、今こそやはり自分たちができることというのはいろいろ考えましたけれども、やはりサッカー選手である以上、そのサッカーで本当に思いを伝えることができるか、元気を勇気を
そういうことになるのかなというふうに思っております。まあ、そういうものをどこまで本当にピッチでできるか、あの内容を、まあ、そして結果というのも非常に大事なんですけれども、やはりその再開のゲーム、ましてや、今回一番 J クラブの中では、被災の度合いがひどかったというか、一番大きかった、仙台と対戦するということで、やはりそういったものというものがないと、なかなか勝つことは必ず非常に強い思いを持って臨んでこられると思っていますので、それを上回る、本当にサッカーに対する真摯な思い、そしてその中から、いろんな方々に、見に来た方々、そして見てくださった方々に勇気を与えられるような、そういうゲームというのを、ぜひ選手たちにはしてもらいたいですし、そういう姿勢で、明日、やりたいなというふうに思っております。まあ、もちろん再開ということで結果というものも欲しいんですけれども、一番はそういう姿、そういう思いをぜひと明日ピッチ上で表現、選手たちと一緒にしたいなと思っております。こんにちは。明日の再開するにあたってこうして記者会見開かれた。3.11、あの場にいて、あの事情を経験して、ここまでたどり着いたこと、ようやくここまで来たなというところを今、感じています。あれから本当に J リーグで、他の J リーグ、クラブ、関係者、サポーターもファンも含めて、本当に多くの支援をいただいて、なんとかここに。たどり着くことができました。ありがとうございました。本当今日本は注目されていると、でこの J リーグが再開されて全チームが元気な姿を見せられれば、それは日本のアピールになるだろうと。そして我々仙台としては、我々がこの J リーグで元気な姿活躍することで東北に勇気や希望を与えることができるだろうと、本当にベガルタ仙台を生きがいにしてくれている人、また被災を受けて希望を失いかけている人に少しでも希望の光になれるように明日から力を注ぎたいと思います。ここまで来るところで、まあ、我々のチーム選手たちもいろんな思いが交錯した期間でした。本当にサッカーやってていいのか、本当に勝負できる状況までなるのか、本当練習試合を組んでくれたチームだったり、そういったところの協力があって、まあ、ここまで来たときにようやく明日のフロンターレ戦戦う準備ができているなというところを実感しています。ただこの準備間であった練習試合だけでも本当に仙台に頑張ってもらいたいとか、本当にたくさんの応援もしてもらいながら来たときに本当に感動をしました。で実際に明日公式戦が始まるときにどんな感情が生まれてくるのか、はっきり言って見当もつきませんけど、選手にはものすごい雰囲気になるだろうと、でそういったのもイメージして明日戦う準備をしててほしいという、今日選手たちに伝えました。まずはもう遠くの被災されてるされた方々の意も組んで、とにかく明日轟きで
我々が今やれる出せる力の全てを注いで全力で戦う姿を見せたいなと